どうもー、影やんです。今日はですね、このゴーヤですね、これですね、このゴーヤを、収穫したいと思います。ゴーヤー結構小さいんですけども、もうちょっとこう育たないかなというところで、親父がですね、もうゴーヤーをもうなくしてしまうというか、もうその今年に限ってはですね、もうゴーヤーに関してはその庭から、なくなる状態になるというところで、こう小さいんですけど収穫すると、もうこれなかなか大きくならない状態なんで、これを収穫するというところです。もうだからゴーヤに関してはもうこれで終わりというところです。ちょっと親父が釣りました。これで4センチぐらいのゴーヤになります。以上です。